今回の動画ではですね、2020年の、ぶっこ者ということですね、2020年中にお亡くなりになった方を、忍んでみるという形にしてみたいと思います。ということでですね、今回ダリオ・アルジェント関連のですね、関係者といいますかね、人物ということで、5名挙げさせていただきましたけどね、順番にご紹介していきたいと思います。ということで、まず一番最初がフラビオ・ブッチですね。フラビオ・ブッチというのは名前聞いただけでピンとくる方もいらっしゃると思いますが、サスペリアですよね。サスペリア の盲目のピアニストを演じた、人物ですよね。俳優ということで、サスペリアであるとか、暴行列車ですかね、ホラーファンにとっては暴行列車がなかなかすごく印象的だったと思うんですよね。暴行列車というのはサスペリアパート2のマーシャ・メリルも出てましたし、インフェルノとですね、アイリン・ミラクルも出ていて、フラビオ・ブッチも出ていたという形で、なんですかね、その後のですね、ダリオ・アルジェントの作品を占うようなね、キャスティングみたいな形の映画でしたけども、印象的だったらサスペリアだと思いますね。サスペリアでピアニストということで追い出された後ですよね。外でね、盲導犬によって食い殺されるという役をやってましたけどね。どんな役なんでしょうかということは、フラビオ・ブッチは1947年の5月25日生まれ、トリノで生まれてるんですけどもね。その後、今年ですね、2020年の2月18日ということで、フィウミチーノという、ちょうどローマ近郊のですね、レオナルド・ダ・ヴィンチ空港がある場所ですね、あの辺のところでお亡くなりになったということで、非常に性格俳優といいますかね、ちょっと形相が決して美男子なわけではないんですけれども、なんですかね、ちょっと特徴的なね顔をされている方でね、フラビオ・ブッチはちょうどですね、ダレア・ニコルディとある映画、ちょっと DVD をお見せしますけど、これですかね、ラ・プロプリエタ・ノネ・ピュー・ウン・フルーという映画なんですけど、こちらでですね、ちょうど、エリオ・ペトリ監督の作品なんですけれども、ここにですね、フラビオ・ブッチですね、あと、ダリア・ニコロディという形ですね、名前出てますけど、共演されていたわけですよね。こちらにもありますが、フラビオ・ブッチですね、で、ダリア・ニコロディという形で、この映画でですね、ダリア・ニコロディとフラビオ・ブッチが共演していてですね、ちょうど2月の18日にフラビオ・ブッチがお亡くなりになった時の、このニュースに対してですね、ダリア・ニコルディは、この映画で、かつて共演していたんですよということで、安らかにということで、ダリア・ニコルディがですね、追悼の意をね、確か、インスタグラムかツイッターかどちらかだったと思いますが、そこらでですね、そういった追悼の意を表していたんですけど、まさかですね、フラビオ・ブッチの、同じ年にですね、ダリア・ニコルディもお亡くなりになるというのは、ちょっとその当時は分からなかったですね。1947年で、ダリア・ニコルディ1950年ですから、年が近いながらもですね、ダリア・ニコルディの方が年下ですからね、ダリア・ニコルディは、フラビオ・ブッチを忍んだというね、メッセージをね、残されてましたけども、こんなような流れでね、今年は本当にパンデミックの影響でですね、死者数自体も増えていますけれどもね、その中でもね、フラビオ・ブッチを亡くなったっていうのはすごくね、2020年のですね、2月ということで、非常にね、その辺から、ちょっとね、厳しいなという形を思いましたね。はい。で、その後ですね、2月が18日にお亡くなりになったのがフラビオ・ブッチでした。で、3月に入ってなんですけれども、今度はですね、マックス・フォン・シドーですね。マックス・フォン・シドー。マックス・フォン・シドーは、ダリオ・アルジェント関連の映画で言うとですね、スリープレスですよね。スリープレスで、老刑事の役ですよね。を演じてですね、一生かかっても犯人を探して出してみせるというような約束をして、捜査に乗り出したということでね、引退した後もですね、捜索を続けているというかね、そんな流れでしたよね。で、マックス・フォン・シドー、一番印象的だったら、やっぱり、イングマール・ベルイマンの、映画がね多かったと思うんですけれども、あとはホラー映画ファンにとってはね、エクソシストのね、神父役ですね、メリー神父の役というのがね、すごく、有名だと思いますけど、非常にこうね、後年になって貫禄のあるね、役になりましたけどね、今年お亡くなりになったようです。マックス・フォン・シドーは1929年4月10日にルンドで生まれてですね、2020年の3月8日にですね、パリでお亡くなりになったということでですね、年齢的に見るとね、大往生にあるというふうにね、言うことができるかと思いますけどね、本当にね、マックス・フォン・シドーが、すごくね、インパクトのあると言いますかね、出てるだけで重厚感のあるね、役だったと思いますけどね、3月ね、お亡くなりになったということで、非常にね、こちらもね、かなりね、印象的と言いますかね、かなりこうね、ニュースとこれを聞いた時はね、ちょっと、というかね、大往生ではあるんですけどね、少し寂しい感じがね、しましたよね。本当にエクソシスト、そしてアルジェントの映画のスリープですね、そんな形でかなりね、いい映画にね、たくさんで、あとはベルイマンの映画とかね、いい映画をたくさん出られた方ですのでね、すごくね、お悔やみを申し上げたいなと思います。ちょうどですね、私がスリープレスの、ちょっと余談になりますけどね、スリープレスをね、トリノで撮ってる時に、
スリープレスのですね、メイキングを同時に撮ってたんですよね。でメイキングを撮ってたのがマックス・フォン・シドーの息子さんでね、セドリック・フォン・シドーっていう方だったんですけどね、まあ、その方とはねちょっとお話をねしたんですけどね、息子さんもね、まあ、そういった形で、まあ、マックス・フォン・シドーほどにはねこうすごく世界的なね著名な方には地位にはないですけれどもね、活躍はねされているということでですね、なかなかね、ちょっとねそういう音がありますね。はい、でその次がですね、7月に入ってなんですけど、まあ、これはちょっと不意みたいな形なんですけど、エンニオ・モリコーネですよね。まあ、これは偉大な映画音楽作曲家というふうにね言っていいと思いますね。まあ、どちらかというとあれですかね、こうダリオ・アルジェントの中では初期の3部作ですよね、喜びの牙ですね、そして私は目撃者、4匹のハエということでですね、まあ、3作続けてですねダリオ・アルジェントの作品を手掛けてて、その後ちょっとね喧嘩別れみたいな形になったんですけども、その後ですね、スタンダル・シンドロームとですね、オペラ座の怪人ではですね、やはりエンニオ・モリコーネが再登板と言いますかね、こうしばらくぶりにですね、やはりアルジェントの、サウンドトラックを手掛けたということでですね、もういうことですけどもね、ダリオ・アルジェントの作品というのはエンニオ・モリコーネもですねすごく気に入っていてですね、こうどちらかというとこうなんですかね、現代音楽といいますかね、こう不協和音が出るような音楽をね好んでいたということで、むしろ何ていうんですかね、ニューシネマ・パラダイスとかですね、海の上のピアニストとかね、まあ、ちょっとどちらかというとこう流麗なメロディーっていうのも当然ね、エンニオ・モリコーネありますけども、まあ、それはそれでいいんですけれども、そのダリオ・アルジェントのこうホラー映画のね音楽というのもすごくモリコーネ自身は気に入ってたということなんですよね。ということで、彼もですね1928年11月10日、まあ、ローマ生まれということで、ダリオ・アルジェントのうちとですね、エンニオ・モリコーネのうちというのは非常に近くてですね、まあ、父親が、サルバトール・アルジェントですね、ダリオ・アルジェントの父親のですね、サルバトール・アルジェントとエンニオ・モリコーネというのは非常にこう仲が良かったということでですね、もう本当に家族ぐるみのね付き合いをされていたということなんですけどね、1928年の11月10日ローマ生まれで、まあ、ずっとねローマに住んでいて、2020年の7月6日ですね、お亡くなりになったということ、これは何ていうんですかね、骨折と言いますかね、ちょっと怪我がこうこじらせてね、お亡くなりになったということで、ちょっとこうね、なかなかこう、モリコーネ自身もですね、もう大往生と言ってはいいと思うんですけどね、作曲家自体はもう引退していたということでですね、いうことなんですけどね、もう本当にこう、まあ、高齢になるまでね、すごくこう精力的にですね、作品を発表し続けた。もうこの、あれですかね、こう、イタリアの誇る映画音楽作曲家ということでですね、もう本当に全世界的なね、仕事されていましたしね、本当にいろんなね、レパートリー幅広いね、活躍をされていた人物ですよね。まあ、非常にこう残念だなということですよね。はい、であと、まあ、アルジェント系で言うとですね、ジョン・サクソン、ジョン・サクソンは燃えよドラゴンとかね、どちらかというとこうブルース・リーファンにもお馴染みだと思いますけども、ダリオ・アルジェントの映画ではシャドウですね、シャドウ のエージェントのブルマーというね役を演じて、ここすごくね印象的な役割でしたよね。1936年の8月5日にニューヨークブルックリン生まれということで、まあ、イタリア系なんですけど、基本的に籍はこうニューヨークということでですね、2020年の7月25日にテネシー州でお亡くなりになったということで、まあ、非常にね、どちらかというとジョン・サクソンというのはあれなんですよね、ブルース・リーの映画に共演してたということで、どこ行ってもブルース・リーのことを聞かれるんでね、嫌になっちゃったっていうような、ね、ことを残されてますけどね、ジョン・サクソンね、まあ、ちょうどシャドウのシーンでね、こう腹部をこうね刺されて死ぬシーンっていうのがあるんですけどね、そこのシーンがすごく印象的ですよね。こうねちっこい感じのね、なんですか、主人公のね、フィアンセとこう浮気をしてるというようなね役周りを演じてましたけどね、まあ、そのところが非常にこう印象的でしたけども、まあ、非常にこうね名バイプレイヤーと言いますかね、そんなような雰囲気をね醸し出して、ということですね。あと最後なんですけど、やっぱり、まあ、ダリオ・アルジェントといえばですね、欠かせない、まあ、女優ということで、あと脚本家ですよね、偉大な脚本家でもあるダリア・ニコルディですよね。ダリア・ニコルディ、1950年の6月19日フィレンツェベッロ・ズグアルトというところで生まれて、2020年の11月26日にローマでお亡くなりになったということですね。ということで、これも非常にね、大きな、痛手といいますかね、ダリオ・アルジェントの創世期といいますかね、絶頂期をね、支えた人物ということで、サスペリアパート2のね、ジャンナ・ブレッツィの役がやはりこう、一番印象的ではないかと思いますけれども、まあ、ホラークイーンといいますかね、まあ、いろいろなね、イタリアンホラーに数々出ていて、例えばマリオ・バーバの、ザ・ショックですね、ザ・ショックでは主演をやっていたりですね、まあ、先ほどのこのね、エリオ・ピトリの作品にもね、出ているということで、どちらかというと、なんですかね、そのホラーの印象は、まあ、ダリオ・アルジェントとこう、ね、パートナーとなってからですね、ホラーの印象は強いんですけども、それだけではなくてですね、どちらかというとこうダリア・ニコルディのうちというのはこう芸術家派だといいますかね、学級派だといいますかね、妹が大学教授であったりね、
母親方のね、ここまで行くと、作曲家、偉大な作曲家が家系にいたりですね、まあ、父親の方も、法律家であったりということです。まあ、かなり家系がね、すごく固いと言いますかね、非常に教養ある家庭で生まれたということで、まあ、ダリア・ニコルディはその中で演劇を目指していたんですけれども、特にですね、ダリオ・アルジェントと別れて以降、例えば映画というよりもね、どちらかというと演劇の世界でね、いろいろと活躍されていたということで、まあ、どちらかというと、なんですかね、映画もやるんですけど、演劇の方がね、やっぱり演劇の方でもすごく精力的な活動をされていた。で、何よりもですね、脚本家の才能があるというふうに言われてましたよね。特にダリオ・アルジェントの弟のですね、クラウディオ・アルジェントに言わせるとですね、まあ、ダリア・ニコルディが亡くなってからインタビューがあったんですけれども、まあ、はっきり言うと、まあ、ダリオ・アルジェントが言うと怒るかもしれませんけどという前置きをした後でですね、サスペリアというのはね、ダリア・ニコルディがなければ作れなかっただろうというようなことを言ってですね、まあ、あとはまあ役者よりも役者というものもあるんですけども、やっぱり脚本家としての才能というのがすごかったということなんですね。で、人知れずですね、ダリオ・アルジェントの映画の脚本の部分ですよね、まあ、サスペリアも共同脚本ですけれども、まあ、どちらかというとですね、このやっぱりダリア・ニコルディの力ですよね。インフェルノもそうですけれども、その辺のやっぱり脚本といいますか、やっぱり文系的な知識といいますかね、文学的な要素の才能であるとか知識というのはですね、まあ、ダリオ・アルジェントもある意味すごくしのいでいるというところがね、あったわけで、ダリア・ニコルディの絶頂期といいますかね、ダリオ・アルジェントが付き合っていた頃の映画というのは、やはりダリオ・アルジェントの映画も輝いてますよね。サスペリア2、サスペリアね。そしてインフェルノ。で、シャドウ、フェノミナ、ぐらいまででしょうかね。その後、だんだんギクシュクしてきて、オペラ座血の合戦にも出てはいますけどね。まあ、ちょっとその辺から、世間でいう評価ですね。ダリオ・アルジェントの評価というのは、だんだん落ちていくということなんですけれども、ちょうど本当にですね、ダリア・ニコルディと、なんていうのかな、ダリオ・アルジェントが一緒にいる頃というのはね、すごくミューズというかね、まあ、芸術家にとってのすごくミューズではなく、ダリオ・アルジェントにとってのダリア・ニコルティのミューズであったというふうにね、考えることができるんではないかなと思います。ということでですね、まあ、フィレンツェをね、愛していてですね、まあ、ダリオ・アルジェントとも、まあ、決して短くはない期間でしたけどもね、パートナーであって、まあ、その後ね、ダリオ・アルジェントとダリア・ニコルティの間にはアーシア・アルジェントですね。アーシア・アルジェントが生まれてね、その後引き継いでいるというような形になると思いますけどね。アーシアの中にはね、当然ダリア・ニコルディの遺伝子、ダリオ・アルジェントの遺伝子ね、そんなものが引き継がれているということになると思いますけども、まあ、そんな形でですね、お亡くなりになった方ということで、まあ、11月26日ですね、まあ、そんな形で、まあ、今年はですね、本当にまあ、大往生の方もいらっしゃいますしですね、ちょっと若いんじゃないのって、フラビオ・ブッチとかダリア・ニコルディですね、特にダリア・ニコルディは1950年で、2020年ですから、70歳ですよね、非常に若いですよね、ということでですね、何があってもおかしくないというのがね、本当に急変するというのがね、今年2020年ではなかったかと思いますね。ですのでね、まあ、いつ何があるかわからないとか、いつ終わりが来るかわからないということでね、まあ、最近の情勢も見てもですね、本当にこうね、日々をね、きちっと生きていかなければいけない、いつ終わってもいいというようなね、心構えで暮らしていかなければいけないんではないかなというふうに思いますよね。ということで、まあ、今回ですね、フロピオ・グッチ、マックス・フォーシド、エンニオ・モリコーネ、ジョン・サクさん、ダリア・ニコルディということで、まあ、ダリオ・アルジェントの作品にですね、まあ、関係していた5人をね、ちょっと振り返ってみたということになります。はい、ということですね、なかなかですね、まあ、アルジェントも80歳ということでね、まあ、アルジェント先をめぐる、ね、関係者もですね、だんだんある意味ね、寿命が近づきつつあるなというふうに感じますのでね、まあ、ファンも決してね、若くないんですよね。高齢化が進んでいますしですね、まあ、こういうアルジェントの、ね、作品なんていうのは新たな世代といいますかね、若い監督だったり若い、ね、クリエイターに彼の、ね、作風というのは引き継がれていくというふうに思いますけれどもね、まあ、こんな形で今回はね、5人を忍びたいということでですね、この動画を作成させていただきました。はい、ということでね、今回は以上となります。どうもありがとうございました。